森先生、はい、私ちょっと悩みがありまして家の、はい、ね、はい、エアコンが2台壊れた自分の部屋のとあとあっちの。 ダイニングの方が壊れちゃって、どうしようって思ってるんですけど。それは買うしかないでしょまあ、そうなんですけど、なんか最近のエアコン事情。いや、全然詳しくない、詳しい。だから、同じウォッチグループ内の、あの、なんだっけ。家電ウォッチを読んでいただけるとですね、きっとわかるんじゃないかと思うんですね。ただ、あの、エコポイントとかもあったし、あと。何、新しい方がね、あの、消費電力も減ってるってのもあるし、どこの製品っていうのは、あんまり言っちゃいけないんで、あれなんですけど。 あのお掃除系あるじゃない。最近あのフィルター掃除機がやつあるんですか。あ,<ー>あんまり当てにしてもいいですね。うんうん、え、なんで。えっとね、僕の家にあったお掃除のやつはですね。はい、お掃除してくれなくて。え サボってるじゃないですかお、まあ、サボんなないで10年平気だとかってか掃除がうまくいかなくて、うん、で中に水がちょっと溜まっちゃってちょうど下に水が少しこぼれるという事件があって結局メンテナンスしていただいて最後に言われたいこれ一応10年あの、まあ、ちなみに修理代はかかなかったんですけど、うん、10年お掃除しなくていいですよとかって言ってるんですけど、うん、実は時々お掃除していただいた方がいいんですよっていう話で、うん、埃が溜まってお掃除するんだけど、うん、周りに湿気も一応あるんでこう埃が固まっちゃってうまくこう ながらなっていうことはあのまれにあるそうなんでどうもれだったらしいんですけど家電のねあの男のエアコンコーナーに行っていただいてですねそういう話を見つつ聞きつつまあ口コミサイトも見つつ聞きつつでも最後の決め手は家電ウォッチて感じですかねなるほどさらにですね車のエアコン壊れてるそれはもうあのはい車買い替えてください 登り高い軌道、携帯しようぜ。今回ご紹介する端末はソフトバンク、アップル、iPad。まずはじめにスペックから紹介していきましょう。サイズは高さ242.8ミリ、幅189.7ミリ、厚さ13.4ミリ、重さ Wi-Fi モデル680グラム。 Wi-Fi 3G モデル 730gLED バックライト iPS テクノロジー搭載9.7インチワイドスクリーンマルチタッチディスプレー今話題の iPad が早速登場ですメールやネットはもちろん雑誌とかも読めるおしゃれな端末アプリも使ってバリバリ活用しちゃおう 携帯ピックアップです、はい、今回ご紹介する端末はこちらですじゃ、はい、じゃ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 ーん、はい、ソフトバンク、アップル、iPad になりますはい、まあ発売の時もだいぶイベントで盛り上がり、はい、みんな並んでましたね皆さん並んでましたし、うん、テレビでもだいぶ放送されましたけども今回はこの iPad をですね、ご紹介したいと思います一緒に持ってくてるというのは、これまあ今開いた状態ですねパッケージはこんな感じでかっこいいパッケージでございましてでこれをですね、まあこういう形で開けるとこういう感じでございますと、はい でペ、えーまあ、ップを開けるとこれかしじでメニューが出てくると思うの<ー>でまあ今回はこれをご紹介したいと思います、はい、まあ iPad いろいろあのお話し,しなきゃいけないことがあるんですが、はい、まず形をちょっと見たくださいまあ、結構そこそこ大きいですトミ、うん、ち,ちゃんがこうなんだろう普段こうなんでしょうパソコンとかを使ってるのよりもまあまあのよりはちょっとちっちゃい,まあまあいけれども,れどもみたいな感じですね、はい、紙のサイズで言うと、まあ、A4 よりちょっと とちっちゃいぐらいでまあ、B5 ぐらいの大きさだと思ってください。うん、で厚みはまあこんなもんですね。非常に薄いです。はい、この向かって右面なんですけどここにまあ一応えっ、ー、と上下のこうまあ、音量とかですねキーがあって、えー、でここの上のトップの部分にまあ電源のキーがありここにイヤホンかな、はい、の端子がありあとドックの端子がこのお尻のところ、はい、でその横のところにスピーカーですね。 モノラルなんですすけども一応音はここから出てきますとで実は今回、えー、と発売されたこの iPad はですね実は、えーとまあ、大きく分けて2種類3 g w i f i のモデルと w i f i オンリーのモデルとあります背面を見ていただくとよく分かるんですがここに我々が持ってるこれは、えー、と頭にこういうね黒いバーがあります、ね、こういうねこれは実は、えー、3G モデルです w i f i モデルはこれはまあスタッフの方が持ってるのちょっとお借りしてきたんですけど、はい、こんな感じで何もありませんここは 3G のアンテナがここに入ってると思ってください でこっち側は Wi-Fi なんで、まあ Wi-Fi のア安定はどうもこの辺にいるらしいんですけども、多少重さち変わってきます、ね、ちょっと違います、ね。えっと 3G モデルが730で、うん、Wi-Fi モデルが680。はい、あともう一個違うところがあって、はい、実はこの横左側面を見ていただくとですね、こっちかな。こう見ていたら分かるんですけど、はい、この Wi-Fi のモデルは何もすっきりしたデザイン。 で私は持ってるの今実はちっちゃいこんなのがあります穴、ね、があるでしょこれは何かっていうとここにピンをこうやってちっちゃい鍵が出てきたちょっとさすとはいな感じでですねおなるほどそういうやつが出ますでこれはいわゆるその話題になったマイクロシムカードというやつで、えー、まあこんな感じでちょっと なってます。けれども、普通の sim カードのこので、端子の部分だけはまあほぼ切り抜いたものだと思ってください。これがまあ一応ここに入ることで、はい、これが要するに通信の契約が含まれていると、はい、wi-fi の方はそういうのは何もないんで、もうこういうものが入るところはないということになりますと。で、じゃあまあこの ipad ってお話したんですけど、うん、まあその前によく似たものがどっかにあります。うん、はい、もう少しちっちゃいのはい,いそのもう少しちっちゃいのは室ですね。はい、まあ、過去2年間もまあご紹介してますが、はい、だいぶもう僕は使い倒してる。 るやつなんであれなんですけども、うん、えこういう形で、えっと iPhone がありますと、うん、見ていただくとわかるんですが、うん、まあ二回りじゃないですね。こうやってわかるかな。だいたいね、六個分ぐらい入ってます。六個分。下手したら六分。六、ね、つ分今日はありますね。六、うん、個分ぐらいかな。ぐらいの大きさに違います。で、基本的にはこの iPhone でやってきたこの iPhoneOS というのをベースにして今回のこの iPad を作っています。うんうん なのでこの中で動くものに関しては基本的に iPhone で作られたアプリケーションをこの中でほぼ動くと思ってください。はい、それから、えー、とユーザーインターフェースもほぼ同じで、はい、こういう形で、まあ、最初のこの起動の画面があってこれもすでにアプリいくつか入れてるんですがこう,こういうふうにすると他の、うん、まのものが出てきますよとと、はい、じゃあ例えば、えー、サファリとかってやると。 こういう形で今これ wi-fi で通信してますけれども、はい、こんな形で、えー、通信をしてホームページが出てきますで同じようにしてメールとかまあ youtube とか見ていろいろな機能がありますけれども、基本的にはこういう形で全部タッチして何かの操作をすると、はい、こうやってやると、うん、カレンダーが出てきて入、はい、ります触りますってことができますってことですね外見はこんな感じなんですけどかっこいいのはかっこいいんだろうけど どう大きくなる分重いいじゃななですかそうなん,です、ね、なんですけど実は,え実はちゃんといろいろその仕掛けがあってですね、うんうん、先ほどのインターネットもそうなんですけども、うん、ちょっと他の部分をですね、うん、順番に次のコーナーでご紹介したいと思います。うんうんはい であのこの外見説明して頂い,いて分かったんですけど、はい、一体これは何がどうできるのかっていうとこがすごく知りたいんですけど, <laughs> なるほど基本的には iPhone をベースにしてここへ行ってますんで今までいろんなところで語られてるなんか iPad って「電子書籍端末?」とかいろいろネットブックとかいろいろ言われてるんですけど、うん、ちょっとまあ簡単に言うとまずさっきちょっとご紹介しました、はい、ま,あまずこう、ねまあ、ホームページ、はい、ウ,ェブウェブページ見れます。うんはい、それからメメーールルもこういうい形で,メールできが ま、はい、これはだから例えばえっと G メールだったりとか他のものも含めてプロバイダーのメールとかを含めてここでメールを見ることができますと。はい、それからこのこっち側にちょっと今別個に並べてあるんですけどもいろいろあのできるんですけど一つはアプリがあります。でアプリもこう例えばこういうピアノ。 こんな感じでですね。まあアプリがあります。これはダウンロードしても,もちろん無料のもあるし、有料のもあります。でこれはアイフォンとかと基本的に買い方同じで、Apple ID を持っていて、はい、Apple ID で決済をすることになりますので,で、アプリをダウンロードして無料のもの、有料のものを使うことができます。それからえっともう一つはやっぱりこのまあでかいんですけども、これは三 G のモデルなんで、えっと GPS が入ってますからこういう形で、えー、まあ地図が見れますと。でこれは当然あの位置を計測すればこういう形であのまあ地図が 出てくればビュビビッとこう今 拡大してきましたけどここは一街なんでこういう形で一街のあおよそこの辺にいるなとグググッと寄っていきますとインプレッサーはこの辺にあるんですねみたいなお話がまあこれで出てきますと当然これはあのまあ、iPhone とかと同じ理屈なんで、えー、とこれを使っている時に例えば車の中で広げてもらって、まあ、助手席のひとみちゃんがこうやってみて法律、はい、で、えー、と次は多分左じゃないかなとかっていうぐらいのことはナビ代わりはまあいって自分でやるのは多分あのおまわりさん的にアウトだと思いますそれはやめてください、うん あとはですね、メモが例えばこういう形でできますとで実はメモに関してはちょっとだけご紹介しますけどこんなねこんなキーボードこういう載せるキーボードとかもありますあと Bluetooth のワイヤレスのキーボードもありますのでそういうのを使ってキーで入力することもできますと。それから、えー、と当然 とはえっ、ー、とベースになっているのは iPod であり iPhone ですから、うん、当然のことなら音楽がいけます<ー>これはまたちょっと別の端末なんですが、うん、これはえっ、ー、と音楽が入っていてこんな感じですねこうまあこれは当然例によって例のことが私のあのデータなんでまあまたあのアホみたいに映画音楽はたくさん入ってますけれども <laughs> あとこういう形でクラシックの音楽とかねちょっと一個鳴らしてみましょうかね、はい、えといってみこんな感じであれ綺麗じゃないですか。 で音楽も面白になることができます,とですで iPhone 用とか iPod 用のスピーカーを使っていただいて、うん、ガッチャンコってドックコネクト同じなんで、うんまあ、絵流しながら流すこともできますし、うん、それからもう一つはですねムービーもこれちょっと、うん、あの、はい、ここにビデオってのがあるんですけど自分で録画した番組これ入ってませんが、うん、録画した番組をここに入れてもらえればここでもちろん著作権的に OK なものになりますけれども、うんえー、自分でここに収録してここで、えー、ビデオを再生することもできます。それからら当然のことながら これですかねやっぱりね、はい、やらなきゃいけないのはですねやっぱりぜひ皆さんに見ていただきたいのはやっぱりこういうことで,ですね YouTube を起動していただいて<か>携帯仕様を絶対検索していただくとですね、はい、ということでどっかで見た人がですねこうやって喋ったりするんですけど<お>当然当然あのこ,、はい、こういう,うの形でですね、はい、こういうふうに、まあ、YouTube を見ることができますとあとですねちょっと変わったところとしては、はいえっと、さっき iPhone のお話をしましたけど、まあ、iPhone はこうやってカメラがついてます、はい、ねここにねついてますよね ついいてないんですよ<ー>ただこれだけ絵が大きいんで何、うん、か面白くできるだろうって言うんで実はこれをで例えばまず写真を撮ってもらいます撮りました,と撮,ました撮ったら実はこのこういうですね、はい、まあカメラアダプターキットってこういうのはこれで売ってます。で USB のやつをこうやってここに挿して、えー、でこれ充電のケーブルと同じものなんでこういう形になるんでこのケーブルを使って実はこの iPad と iPhone をつないでいただくといで iPhone で撮った写真をこっち側の iPad に読み込むことができますそうするとどういうことが起きるかというとさっき iPhone でちょっとひとみちゃん撮ったんだけどこんな感じですねこれ出てきます、ね、これやだやだやだ。他にもちょっとまあできるんですけど例えばこ,のでこっちの SD カードの方でちょっと,と取り込んだものですけどもちょっとやってみましょうかねこういう形でこれねこれが SD カードの方のアダプターですけれども ここへッしてもらいまし、はい、ここにメモリーカードバシッと入れるとですね、えーうん、まあこんな感じで画面の方が変わりますとババババララララ全部読み込むんだったらこの「全部読み込む」っての押してもらうとこういった形でガーッとこ今メモリーカードから順番に読んでますとチェックがね一個ずつついていきますけれども。うん で読み込みましたと、はい、したらまあこのカードの中に残ってるものを削除しますか残しますかって表示が出るんでここ、はい、残しますとして、うん、でいきましたそしたらもうこのアダプターいらないんで引これでもうアルバムができてるんで、まあ、ここでこういう形で見てもらうとほら写真ねこうやって当然まあこういう拡大したりとか。 だからまあ当然、この横向きもこれもできますしだから写真の実はビューアーとしてもかなりよくできていてえと今度はちょっとじゃあこっち側の端末で取り込んだデータをお見せしますがこれもですねここをこうピンチですねこの指の2本でやる操作でこういうふうにするとこういうふうに。 できましたさっきほらこう,こ,うこんなふうにして使ってる人がいたんですね <laughs> さっきね。です <laughs> ちなみにあの、まあのまこういう形でできて、うん、え写真はいろいろ楽しむことができまして結構ね写真の美容として結構よくできてる部分もあるかなということでなんでしょうインターネットもできるし、はい、えとまあメールもかけるし、うん、写真の管理も面白いし音楽もできるし、うん、であともう一つはやっぱりなんつってもまあ電子書籍でしょうと。のというのが入ってるんですけど、はい これプーさんのこう本だったりするんですけどこんな感じですね本がこうわかりますかこ,この微妙なこの紙のねこのめくっちゃってますね本物の紙をこうめくってるかのこと実はこの微妙にこれよく寄ってもらった分かるんですけど紙裏写りしてたりするんですねえー細か、えー、すね細かいですその他にも例えば青空文庫でこういう i 文庫 HD っていうのはですね、はい、青空文庫のデータとかを読ませてくれるんでまあいろんなこういう形で、えー、ガリバーの見てみましょうガリバー旅行機です こういうい形でペラペラめくっていって字がこりますというのもあるしあとね僕が個人的に非常に気に入っているアプリ、はい、これはもしあの映画ファンの方がいらっしゃったらぜひ試してください、はい、IMDb というですね、はい、あのインターネットのムービーのデータベースがありますでこれにアクセスしていただくとこういうアプリが入ってます。はい これ、えっとまあ、英語も日本語も混在してるんですがここで見ていただくと、うん、今アメリカで上映してる映画が何とか、はい、今週のテレビ放送これはアメリカの話なんですけど今週のテレビ放送何とかであと誕生日の有名人っていうで誕生日を一致して調べまして、ね、例えば,例えば、うん、本当はあのひとみちゃんをご紹介したいと思なんですけど、まあ、ちょっとすいませんが慣れてるんで自分でやりますが、はい、僕が1月の22日なんで22日の人を見るとですね、はい、こうやって形でいろんな人が出るてンさんとかです、ね。出てきますけれど、はいうん でもえー、こういうい形で、はいえー、できますとこんな映画出てましたよみたいな。でこの作品の中で映画で「じゃあこの人がそういえばパーフェクトストーム出てたね」と思ったら「パーフェクトストーム」と。でこれ実はちょっとお見せできないんですけどもここの中で例えば仮にムービーの例えばその今公開中の映画だったりとか。うんうん えっと予告編があったりするとここで予告編をクリックしてもういきなりこの大画面で予告編が見れたりするんでこういうものも実はあの用意されてたりするんで結構ねあのたこれもともとはあのアイフォン用にもあったものなんですけどこういうお楽しみ系が実はあったりするんでえかなりそういう意味ではいろんな使い道がある楽しい端末です繋がってるからどんどん広がりますねそうなんですよ非常に面白い端末なんですけどもえまあちょっと機能的にはこんなところですがなんか最初重い重いって思ったけどちょっとした雑誌とか見 見るとって意外にこれぐらい重さねするからそれ考えたら別にねそうですね,ですねじゃあ買いますか、うん、買います<え>買います買います、うん、まあちょっと考えますけど、はいはい、じゃあ続いてちょっとお値段の話をですね、はい、ご紹介しいいます気になる気になる、ね、お願いします。はい やっぱりね皆さん気になるし欲しいなっていう気持ちあると思うんですよ。うん、ということでやっぱり気になるのはお値段なんですけどなるほど堀先生、はい、まあ一応ですね今販売側がこうなってます、うん、3 g w i f i モデルと w i f i オンリーのモデルとあって、うん、容量は163264とあります。で3 g w i f i の方に関してはあとちょっとご紹介しますが料金プランによって若干値段の差があります。はい で、wi、これまあどっち買うかっていうのはちょっとまた最後にお話しますけれども大体まあだから16と,、えー、と3 2 6 0のうちでジャスト1万円違いになってますとでただプリペイドと、えー、ノーマ、はい、えーと普通通常契約ですね、はい、まあポストペイなんて言い方しますけど、はい、通常契約とプリペイドの契約も大体4 c 近いかなぐらいの4千弱ぐらいの値段の差がありますということで iPhone とか iPod タッチから比べると、うん、さっき言ったけど、まあ、ボディの大きさ自体はまあ まあ4倍から6倍ぐらいってことになっちゃうんでう、うん、まあだから高いよって話でもないんだけど、うん、こんだけのことができるんで、はい、まあちょっとお値段はそれなりにしますと。でまあじゃあどれ買うかっつうのはまあちょっとそのどれぐらいの要領なのかっていうのはこれは悩みどころなんですけども僕としてはさっき言ったようにそのムービー、ね、ムービービを意外にこう僕なんかは自分でまだアナログなんで録画ができるんですけど、うん 録画ししたたものを変換したりとか自分でムービーで撮ってきたものを変換してムービーにして、まあ、入れたい、まあ、この番組なんかもデータをちょっと頂い,いて変換したりすることはあるんですがそういうものをムービーにして入れたりすることを考えると容量は絶対でかい方がいいなお、ね、かつ、うん、さっき言ったみたいに写真、はい、写真の取り込みを始めるとこれも結構容量があるので<ー>やっぱりそういう意味では容量は大いには越したことはないで,、ね、でじゃあところで長く使うってさあみたいな話なんですが、はい、続いて料金の話ということで、はい、まあこれは w i f i のモデルの方は関係ないんですが、まあ、一応 料金プランこういう形でですね、えー、用意されてま、はいます。iPad こういう形のもんなんで、あのよく冗談でですねこうやってあのスタッフでもしますがもしもしこうしたってこと <laughs> はないんで、通話 <laughs> <に>できないです。データ通信専用の料金プランを選ぶことです。はい でこれにはポストペイとプリペイドの二種類があります。ポストペイの方はいわゆるそのまあアイフォンとか他のデータ通信端末とかそうですねその携帯とかと同じでいわゆるパケット通信料の定額制と同じまあほぼ同じ4410円が基本使用料として発生します。はい、これ以外に315円のウェブ基本使用量をかかるんですが、はい、これは簡単に言うとどこまで言えばアイモードーえっとまあソフトバンクでは S ベーシック まあ要するにインターーネット接続サービスのののための料金というのが円かかりますと、うん、データ定額プランの方も選んだ方に関しては月々割りこれは普通の,の iPhone もそうだし他の通常の携帯でもやってますけども要するに販売奨励金を分割でえ支払ってくれるソフトバンクが払ってくれるのでも自分の料金が若干安くなるってです、ね、これが1,500円つきますんで、うん、まあだからそれでは2,900円も3,000円ちょっとぐらいかなそれでえ一応まあ2年間ぐらいまあ払ってくださいみたいな形になりますと。 一方プリペイドなんですけどもこれがなかなか難しくですね1ギガと100メガのプランがあって、まあ、100メガはまあ7月からですけれども始まりますということで、はい、どちらもまあ30日間または1ギガ100メガなんで、まあ、30日過ぎちゃうと、うん、まあいいさようならって話なんですけども、うん、どっちかというとまあ出張とかで今月だけ使いますとかなんか来月のいついつだけ使いますみたいな人はまあプリペイドはありなのかなって感じはしますけどまあ基本的にはこれどっちのプランを選ぶかっていうと、まあ、割とデータ定額を選んじゃった方が楽っちゃ楽かなって気はするかな。はい ちょっと料金の方はだいたい分かったんですけどじゃあ実際例えば私が買うとしたら、うん、その3 g w i f i と普通の w i f i、うん、どっちを買うべきなのかと。これねなかなか難しいんですよ。言うまででもないすすけど、うん、Wi-Fi は要するに w i f i のホットスポットサービスいわゆる公衆無線 LAN サービスで使うか、うんはい、もしくは、まあ、例えば会社あるいはお家に無線 LAN の環境があれば、うん、そこで使いますと、うん、3 g w i f i は、えー、と当然そ,その w i f i の電波が届かないところでは 3G のネットワークを使えるんで、うん、例えば電車で移動中とかも、うんえー、使うことができますと、うん、だから、えー、と例えばそれがあっても 3G が地下鉄の中で使えますっていう話になると結構難しいかなって気がする常に他に携帯電話も世の中にたくさんあるわけだし、うん、例えばひとみちゃんみたいに、うんまあ 電車であのそれなりに移動がある人だとそうすると例えば JR で移動中にまあゆっくりとまあんかまあじゃあゲームでもしてましょうかとかビ事ビせましょうかっていうんだったらまあ 3G モデルもありかなとただ現実的に考えた場合じゃあ僕が本当に自分の用途だけを考えて買うんだったらどっちを買うかって僕はもう迷わず Wi−Fi を買います。先生どここで使ますおやっっぱりねねね実はのののさきあ お見かけしたあの、うん、こんなことしてこのスタイルですね。このスタイルです。実は答えは。 でねなんで実はこ,うこれで、まあ、w i f i でいいのかって話とこのスタイルの話が関係あるのかっていうともともと、うん、iPhone がアメリカでもう例えばすごくヒットしたその背景にあったのって実は向こうってねテレビを見逃すと例えば月9なら月9ですよ月9のドラマを見逃すと大体その火曜日に入った夜の12時とか下手してば翌日の朝になるともう実はそのドラマがネット経由で買えるんですよ。 でそうするとでそれをここの iPhone の中に入れて翌日会社に行ってお昼ご飯の時にこうやってドラマを見るみたいなことが実はできると。うん、ででももこの画面で見るよりはししかして まあ、いいこの画面で見た方が良くないですかとでそれってじゃあこの画面でいろいろ見るんだったらそんなドラマ見るんじゃなくて<え>こういうふうにして使った方がよくないですかと本当の iPad の本当の多分これはあのスティーブ・ジョブズといった、まあ、アップルのね親分がですね実際に iPad のデモをした時にもそうしたんですけどソファーに座って使うような えまあデジタルツールというかモバイルツールというかパソコンみたいなものなんでそういう意味では僕はあのカウチ PC あのカウチってカウチソファーっていうでしょあのこういうソファーをねカウチ PC だと僕は思うんですよ。リビングで使使ううカウチととして使うのが割と適してての適る方もちろん外出先に持ってってちょっと今そう実際ちょっと今ものをお見せしますけどこれはあの実際えっと僕が今えっと使ってる iPad なんですけども純正のケースに入れて使ってるんですが。 こんな感じでですね、こういう本みたいな形で使ってるんで,でこれ実はあの背中をですね、はい、カバーをですねこういう形でここに。 爪を入れるとこういう形でですね、うん、ちょっと斜めに立つんですよこういうい形になるんでそうするとここでじゃあ例えばメモ帳を起動して軽くメモを取ったりみたいなこともできたりするんでそういう意味ではまあお家で例えばソファーに横になっても使えるし例えばテーブルの上とかにちょっと置いてこうなんか軽く原稿は書けないですよ軽くちょちょちょっとこうなんかメモしたりとかってぐらいに使えるんでだからやっぱりカウチ PC だろうと。でカウチ PC っていうことをもし考えるとお家で使うわけだから。 お家にはね、Fi、あるでしょうともちろん会社に行けば会社の w i f i あるでしょうとで公ーシ線ムセランスターバックスに行けばスターバックスの w i f i も使えるでしょうとそれなりの奥きさのものをやっぱり電車の中でこうやって広げてこうやって使うのはやっぱちょっとそれなりに、まあ、勇気もいるし日本ってそういう意味ではあのよく日本は味の文化だって話しますけどちょっと恥ずかしいかしらみたいなところもあってですねそういう意味ではまあ僕は w i f i モデルを買っていただいて、えー、使うのが結構いいのかなとであとはあのちょっと今日はあまり詳しくご紹介できないですけどまあね 前もご紹介したこういういモバイルルータータですねこれは YMAX のモバイルルーター NEC アクセス世界に行かれますけどあとあの最近 SIM フリーで使える日本通信 B モバイルのこういうねあのモバイルルーターなんかも出てきてますしあとちょっとこれは次回以降ご紹介しますがこういう、えー、とこれは NEC の N04B という端末なんですけどこの N04B って実はあのアクセスポイントモード。 この中に無線、LAN、入ってるんで、はい、そうするとこういう形でこれとこれをペアリングしてまあ無線 n でつながりすればこれが w i f i モデルだとしてこれからここを経由してここのアクセスポイントモードを使ってインターネットへ出ていくとフォーマンのネットワークを使って出ていくということも一応できるのでそういう意味では w i f i モデルを使って必要に応じてこういうものを 組み合わせて使ううのがが割とと実は賢明なななんじゃいいかなという気がしますもちろんこれは都市と地方とで全然ニュアンスと違うことなので w i f i のホットスポットって東京にいると結構たくさんあるって思ってるけど実はちょっと。 あのやっぱ郊外出たりとか,か,か,か、うん、地方に行ったりするとやっぱりなかったりするんで,そ,で、ね、それは本当に住んでる場所次第だと思うんでそれは自分のそういうところを情報を調べてじゃなんか旅行先ね国内の旅行先とかとまたねそ,そこで使いたいってなるとまたちょっと話してしねじゃあ,<ー>じゃあそのためにやっぱりじゃあこう,こ,うこういうのを組み合わせるみたいなところもやっぱあるんで旅行に行くのが多い人はまたちょっと考えなきゃいけないだろうけれどもうんなんでだからまあ必ずしも3 g w i f i を買わなければならないわけではなくて。 自分の住んでる環境とか例えば僕なんかだと基本的にはまあお家とまと取引先とかでやるんで、うん、しかも自分でモバイルルーターとかを持ってるんで、うんうん、僕は全然 w i f i でいいやって僕は思っちゃうしううう、うん、逆にそうじゃなくてずっとその電車で移動する時間が長い人だったらスリージー Wi−Fi がいいのかもしれないしでも地下鉄だったらっていう話もあるでしょ。なかななかか難しいところろんんですけどもなんつうんだろう優雅に、うん リビングのソファーとかでこうやってやるのもちょっとかっこいいというか、かいい憧れるかもしれないなこ。こういう格好はやっぱり僕はね、これだと思います。いいかもしれないな。 ね、やっぱりだからそこはどうやってこのデバイスを自分の,、ね、その生活とかその仕事とかっていう環境にはめていくのかっていうのは結構その皆さんの考えどころだと思いますてですね<ん>本,当本当にそう思いますちょっと自分で皆さん,うん、うん、お店でもねうん、うん、そろそろ触れるようになってると思いますんでいろいろ触っていただいて面白いところがあればそこでまた考えていただくと決してねあ,のあんまりこう厳しいこと言っちゃいけないですがあの新聞とかテレビとかでね「うん、さも電子書籍端末」タマスのように言ってますけどそんなことないですか、うん、いろんなことがができるうちの一つが 電子書籍なるほどホームページも見れるしメールも見れるし音楽も楽しめるしいろんなことができるの一つが電子書籍なだけなんで今ちょっとね時間が限られてきちゃうから紹介したのはほんの多分一部でもっ,もっともっといろんなことがききっとでるアプリとか考えるともっといろんなことができるんで,、うん、でこれからいろんなね iPad 用のもっと面白いアプリもたくさん出てくると思うんで。うん あのまた機会があれば、ねうん、ご紹介は順次したいと思いますし、うん、ぜひですね買った人はあのこれでまた YouTube で,です、ねうん、我々の番組を見,見ていただくのも面白いと思いますんで、うんえー、ソファーでこうやって横になってです、ね、優雅にです、ね、優雅にやりたいな優雅に見ていただけるといいかなと思います。ということで、はいえー、今回は iPad をご紹介いたしました。はい <music>